皆さんはグリーンカーテンという言葉を聞いたことがありますか？夏場に有効な節電対策として、室内に差し込む日差しを遮るため、ゴーヤやアサガオ、ヘチマ、キュウリ、ヒョウタンなどのつる性植物を育てて、窓の外側をカーテンのように覆うことを言います。室内の温度を下げる効果とともに果実を食用にできる楽しみや観賞用として癒し効果が期待できるとされています。今回はこのグリーンカーテンの作り方について、種まきまでの準備、種まき、育て方とワンポイントアドバイス、種の取り方、最後に落ち葉を使った堆肥作りについて紹介していきます。はじめに種まきをするためのポット作りを紹介します。お店で売られている苗の多くはプラスチック製のポットに入っています。今回紹介するポットは新聞紙でできています。新聞紙をポットとして使うことで、燃やせるゴミになることなく、資源を有効に活用することができます。新聞紙のポットには折り紙のように折って作るものの他に、缶や瓶などの筒状のものに巻きつけて作る方法があります。今回は簡単な方、巻きつけて作る方を紹介します。用意するものを紹介します。材料となる新聞紙、缶、ハサミを準備してください。まず、新聞紙の見開き半分を縦に3分割した大きさを使用するため、ハサミで切ります。缶を左端に置いて、くるくると巻いていきます。その際、図のように底になる部分を3から5センチ残しておく必要があります。巻き終わりました。下の余った部分を折りたたみます。缶を引き抜いて完成です。少しグラグラしているように見えますが、土を入れると重さで自立します。土を入れる量は8割程度が目安です。新聞紙ポットは乾燥しやすいので、植え付け後は少し多めに水をあげてください。発芽率を良くするためのポイントを紹介します。ゴーヤの種は外側がとても硬いので、2日程度水に浸すことで柔らかくなり、発芽しやすくなります。その時にたっぷりの水に何日も浸してしまうと腐ってしまうので注意してください。写真のようにキッチンペーパーやティッシュの上に種を乗せ、ひたひたになるくらいの水を浸す程度がちょうど良いです。また種の先端を爪切りなどで切っても発芽しやすくなりますので、ぜひ試してみてください。次に土作りをします。市販の培養土でしたら、そのまますぐに使うことができます。もし自分で作る場合は、赤玉土の小粒と堆肥を7対3の割合で混ぜて土を作ります。赤玉土には大粒や中粒など種類がありますが、小粒を使用してください。作った新聞紙ポットの8割まで土を入れます。1つのポットに2、3粒ずつ、深さ1センチ程度のところに埋めます。軽く土をかぶせて完成です。たっぷり水をあげて、日当たりの良い場所に置いてください。水は雨の日以外は毎日あげます。1ヶ月ほど経ち、本葉が2、3枚出てきて根がしっかりしてきたら、プランターや畑に植え替えます。年によって成長具合は異なります。例えば寒い日が続いた年は発芽率がとても悪くなります。畑の場合は植え付け前に雑草や小石を取り除く作業をしておいてください。また土の状態が硬い場合は、植え替える1週間前までに苦土石灰や肥料を入れて耕し、土を柔らかくしておいてください。プランターの場合は去年と同じ土は使わず、なるべく新しい培養土などに入れ替えておいてください。畑に植え替える場合は、苗の間隔を30から50センチ程度開けてください。苗を植えているポットの高さくらいの穴を掘り、そこに植えます。新聞紙ポットの場合は、新聞紙がついたまま植えてください。植え替えが完了したら、泥跳ね防止と保温のために、藁を敷きます。泥が跳ねて苗につき、病気になってしまうことを藁が防いでくれます。また、藁を敷くことで保温の効果もあるので、寒い日に苗の元気がなくなることを防ぎます。ところで、皆さんは、藁が何か知っていますか？イネ科の植物の、主に茎を乾燥させたものです。
小学校で使う藁は農業委員の方に持ってきていただいたものでしたが、稲にはお米がついていました。お米を収穫した後も稲を藁として活用することで資源循環につながりますね。その後、本葉が5枚くらいになったら、茎の先にある芽の部分をカットします。これを摘心と言います。摘心をすることで、つるが横に伸びていくため、グリーンカーテンとして、より効果を発揮します。例年ですと、夏休み前頃から実がつき始めます。毎年、いろいろな学校からグリーンカーテンの写真をいただいています。児童、生徒の皆さんはもちろん、先生や養務主事さん、さまざまな方のおかげで元気に育っていますね。また、各校で苗を公共施設に提供していただいています。いただいた苗は、このように多摩市内の施設で活用されていて、施設を利用する市民の皆さんにも喜ばれています。ご協力、ありがとうございます。ここで、グリーンカーテン作りのワンポイントアドバイスです。実際にグリーンカーテン作りをしてみて悩んだことと解決方法を2つ紹介します。1つ目、いつも通り種をまいたのに今年は芽が全然出ない、どうして？この答えには気温が大きく影響しています。ゴーヤは暑い地域の植物です。芽が出る温度、発芽温度は他の植物に比べて高いです。東京では4月でもとても暑い日がありますね。ですが、気温が暑くなっていても、地面や土の中の温度が十分に温まっていないことがあります。土の中の温度もしっかり温まってから、学校では水やりの関係もあるので、ゴールデンウィークを過ぎてからの種まきがおすすめです。これは目安なので、年ごとにまくタイミングを変えてみてください。また、連作障害が出ている可能性もあります。連作障害とは、毎年同じ場所に同じ植物などを植え続けることで、成長具合が悪くなることです。これを避けるために、種をまく場所を変えたり、病気に強い接ぎ木苗を使うことをお勧めします。2つ目、せっかく芽が出たのに、食べられちゃった。どうしたら虫に食べられないのかな？ゴーヤが育つ春から夏は、植物だけでなく、虫たちも活発に動き始める時期です。特にナメクジは、柔らかい新芽が大好きで、一晩で全部食べてしまい、苗が全滅する、ということもありました。まずは虫が来にくい場所、地面から高さがある場所に移動して、物理的に虫から離してみてください。虫自体を捕まえて、栽培に影響のない場所で放すこともいいですが、ナメクジの場合はすでにポットに卵を産みつけている場合があります。孵化すると大量発生になってしまうので、しっかり確認してくださいね。続いて、種の取り方について紹介します。スーパーで売っているゴーヤなど、皆さんのイメージするゴーヤは何色ですか？緑色だと思います。この緑色の実は、そのままにしておくと、完熟してオレンジ色に変わります。そして、それをさらにそのままにしておくと、実が裂けて、中から真っ赤な丸いものが出てきます。これが種でしょうか？種まきの時に植えたものと違いますね。種が真っ赤なのではなく、種の周りを赤いゼリー状のものが包んでいます。この赤い部分を洗って取り除くと、見慣れた種が出てきます。生乾きだとカビが生えてしまうので、しっかり陰干しして乾燥させてから、容器に入れて、冷暗所で保管します。来年も、この種を使って、ゴーヤを育ててみてくださいね。最後に、堆肥作りを紹介します。種まきの準備の土作りでは、培養土がない場合に、落ち葉堆肥を使用しました。この落ち葉堆肥作りも、地球温暖化対策に大きく貢献します。学校や公園に植えてある木は、秋になると種類によっては、葉が落ちてしまいますね。この落ち葉は、集めて捨ててしまうとゴミになってしまいます。落ち葉堆肥作りは、落ち葉や、米ぬか、野菜の皮や、外っ端など、本来ゴミとして捨てられて、処分されてしまうものを資源として有効活用する、昔から行われている伝統的な手法です。
ゴミで処分した場合、燃やすときに地球温暖化の原因となる二酸化炭素が多く出ます。資源として活用することで、この分の二酸化炭素は発生しません。また、ゴミの収集車がガソリン車の場合、走行するだけで二酸化炭素が発生します。ゴミが減ることで、その分の二酸化炭素も減らすことができますね。それでは、落ち葉堆肥の作り方を紹介します。木の板で堆肥マスを作ったり、堆肥作り用のバッグを使用したりする方法があります。用意するものは、落ち葉、米ぬか、野菜くず、水です。落ち葉は踏み固めるので、かなりの量が必要になります。作業は12月ごろ行うので、秋のうちから落ち葉を集めておいてください。まず、堆肥マスや堆肥バッグに落ち葉を入れます。続いて、野菜くず、米ぬかを入れて再び落ち葉を重ねていきます。米ぬかには、落ち葉を分解して発酵させる微生物の働きを活発にさせる効果があります。その上から、数人で平らになるように、ムラなく踏み固めていきます。寒い時期の作業ですが、作業をしていくうちに、熱くなってきます。踏み固めたら、水をまいて、再び、野菜くず、米ぬか、落ち葉をサンドイッチ状に積み重ね、踏み固める作業を続けます。2ヶ月くらい経った頃に、切り返しという、上下をひっくり返して攪拌する作業をすることで、より良い落ち葉堆肥にすることができます。こちらは1年ほど経ったものです。下の方は落ち葉の形が見えなくなり、土のようになっています。これで完成です。作った落ち葉堆肥はゴーヤの種まきの時に使ってください。これでグリーンカーテンの作り方の動画を終わります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。